はい、今回は竹中平蔵のヤバい噂を森永卓郎さんが指摘した件と炎上ニュースについて考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、2つの内容を考えていくんですが、この竹中平蔵のまやばい噂っていうのはですね。まあ、国籍を。まあ日本に置いていないとで、まあその話僕聞いたことあるんですよ。で、リスナー様もですね。コメントでその指摘をいただきまして。 ま、ちょっと調べていたら、ふとした時にえー、まあ、それに関する情報を見つけたんですね。森永卓郎さんというね。あの経済にとても詳しい方が指摘していたんですよ。そのニュースを一つと、あとまあ炎上している。まあニュースがありますので、えー、そちらを考えていきます。で、多分、あのまあ、皆様ご存知でいらっしゃると思うんですが、もしも知らない人がまあいるかもしれないので、まあね、えー、あるいはまあその小泉竹中っていうのは何者かと。 まあ日本をどのようにしてね、売国して、まあ、日本を腐敗させたのかと、まあ、そういったことをちょっとですね、最初に、まあ、お話していきます。これもですね、結構もう多くの人が思っていることで、僕も思ってますし皆さん、皆さんも多分思ってると思うんですよ。で、失われた30年の、まあ、原因がですね、小泉竹中なんですね。で、竹、まあ、中平蔵なわけですよ。で、その失われた30年の、まあ、な何ていうのかな、始まりとなったのが、ね、消費税を導入して、 そこからどん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 消費税を上げていったこと、あとですね、雇用の非正規化ですね、これは竹中平蔵がやりました、パーマルナっていう会社でね、うん、それをやって、国民の経済状況が不安定になったこと、そこからですね、少子化の問題が発生して、少子化が止まらなくなったわけですよ。で、今、少子高齢化っていうね、もうほぼどうにも厳しい状態になっているわけですよ。そういうことをしたのが、小泉と竹中っていう、この売国道。で、その一人の竹中平蔵についてっていうことで、 日本国民がですね、全く望まないことばかりする。竹中平蔵の背後には、まあ、創主国米とか、まあ、英米がいるんですね。英米の人間の指示のもと、そういうことをやっていると。で、竹中平蔵っていうのはですね、まあ、自分がその、まあ、非正規労働ということでね、えー、この、さまざまな形で搾取してるんですが、意味不明なことを言うんですよ。で、えー、まあ、正社員が、まあ、非正規を搾取してるとかっていう、全く意味不明な、むちゃくちゃなことを言ったりね。 さあの貧しくなななるる自由ががあるとかかかね意味わらいいじゃないですか竹中小泉のせいで日本国民が貧しくなってるわけですよ。こういって意味のわからないことを言う、そして竹中平蔵の,まあその改革と称してね、まあ、あの非正規をどんどん増やして、今は日本では非正規は40%以上になってるということで、本当に、えー、国民がですね生活していくのが苦しい状態になっている、それをまあ作り出したのが竹中平蔵なわけですよ。 日本の経済格差拡大をしたのが竹中平蔵まずですね、そういったことを多くの人が分かる必要があります。多分分かっている方が多いと思いますがで、竹中平蔵っていうのは日本国民のことを見下しているわけですね。口で、まあ、直接は言わないまでもそういった態度をとっている、そういったことをしているわけですよ。で、竹中平蔵が2005年に総務大臣になって、そこからまあ非正規をどん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 入れていって、その5年後かな、竹中平蔵がまあ派遣業者、 さまざまな中抜きとか30%ぐらいと言われてますがそれをまあ厚労省と一緒にやった2010年そこからですねこのパスナをどん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 ん大きくしていって今ではねもう大儲けしてるわけですよ今だけ金だけ自分だけというのは竹中平蔵のことを言ってると言っても過言ではないそういった人間ですでこの竹中平蔵がですね日本経済をどん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 衰退させたということを多くの人が知る必要があるんですねでこの なぜ、えー、竹中平蔵が正社員からあ、ね、非正規に移していったっていうのかっていうと大企業が儲かるからなんですよ。まあ、この社員として正社員として抱えるより、ねそのおまあ、非正規雇用にした方が、まあ、大企業あるいは株主が儲かるから、まあ、株主、えー、資本主義とかあ株主ね、えーまあ、その資本主義、えー、か株主第一主義だったかなちょっとすいません、えー、とか、まあ、言ってみやしまえばその新自由主義っていうね 日本国民の経済格差拡大をして、一部の人間さえ儲かればいいってことです。で、竹中っていうのは、その儲かる側にいるんですよ。で例えば、残りの9割の国民は貧困化していてもいいっていうことを言ってるわけですよ。おかしいじゃないですか、そういうことを言ってる人間がね。うん、全く日本国民のことも、日本経済のことも考えていない。で、竹中っていうのは、背後に、えーまあ、創始国米とかあ、外資がつながってますんで、どん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 ,どん外資を日本に入れてきて、売国をするわけですよね。 えー、日本のまあ銀行とかもね、えー、おかしな形にして、まあ、ほ,ほぼ潰したのかな潰して傘下の企業も売国したっていうことですであの労働者の正規雇用から非正規雇用っていうものを、えー、ピンハネを合法化したんですよねで日本国民がどん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 貧困化していったとだからあの日本のですね自丸が最も多いっていうのはこういったあの暮らしづらさにもあるんですよでそういった原因になってるわけですよねでちょっと難しいんですが あのこの竹中の考えの元となっているのは、この市場原理主義とか、なんかそんなことを言うらしいんですよ。リーガン・サッチャーの市場原理主義を竹中平蔵はモデルにしていた、あるいは外国がモデルにしていたんじゃないかとかって言いますが、とにかくその新自由主義ですよね、そういったものを日本に持ってきて、日本経済を破壊したんですよ。で、今までね、会社にとって人間っていうのは大切な人材だったんですが、その人材、人間をものにして、したんで、会社も成長していかないわけですよ。例えばね 働いてる人も会社のために尽くさないじゃないですか非正規雇用で別にねこの会社に骨をうずめられないからもうそういうふうにしてどん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 社会の形を変えて国民が過ごしづらくしたのがこの竹中平蔵なんですね。で小泉竹中の時からあの公務員のこの非正規雇用化っていうのも進んでるって言われていてそれに関しても分かってるんですが学校の用務員がですね、まあ、あの非常勤の人にどん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 変わった。 でまあその決まりきった仕事しかしなくなったということで、で教師も、ですね、えー、ま隣、あ、人教師とかっていうのが現れて、きちんとしたね今までの教師ではなく、な、ま、ん、あ、教師だから正社員っていうのが分かりませんが、まあ、教員も、そのま隣、あ、人教師とかっていうのが現れて、まあ、正規教員と非正規教員というような形になって、でこの非正規教員というのは当然、ボーナスもね普通の教員より全然低い、そういったもの、あるいは非常勤講師とかそういったもの、どん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 ,どん給料が下がっていく。うん 公務員の非正規化もしたのが小泉丈中なわけですよ。で、この小泉丈中な時に消費税を導入してどんどん消費税を上げるのもそうですし、その雇用をね正規から非正規に移したんで、どん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 そういうことをしていたんで、あの非正規化するっていうことは経済的に安定しないわけじゃないですか。で、しかもその派遣に関して合法化したんでね、えー、どういうことになるのかっていうと。 日本の若者が結婚しづらくなってだから少子化になったんですよ。でさらに言うと昔の日本っていうのはこの派遣会社っていうものがない頃は。 会社の業績が悪ければ潰れていたし、会社の業績が良ければ伸びていた。別に学歴も関係なかったんですよ。まあ、日本は学歴社会って言いますが、ね、それこそ学歴が例えばなくても、一つの会社で頑張って働いていれば、ね、その会社が大きくなっていって、別に学歴関係ないじゃないですか。でその人たちが結婚して子供が生まれたと、子供がは3、4人育って,ていたという、その日本の状況をすべてぶっ壊したんですよね。 うん、だからこの小泉と竹中の、ね、構造改革とか規制緩和という名の、えー、そんな言葉なんていうのはどうでもよく日本をですねどんどん衰退させた日本国民の40%が非正規になったっていう、まあ、その不安定状態を作り出したのが小泉と竹中,竹中です日本を破壊した人間ですであのー、リ,リスナー様のコメントもこういったことなんですが竹中平蔵がですねアメリカ国籍であるっていうまあ 噂っていうか噂なんですけど多分それが本当なんですね森永卓郎さんがそれを指摘したんですよで、それを見つけたんでそれをちょっと考えていきますあの竹中平蔵っていうのは1月1日元旦にですね住民票を移してるっていうまことが言われているんですねでこれを森永卓郎さんが指摘するんですが住民税は1月1日の住所にかかるっていうことなんで竹中平蔵は1月1日にアメリカに引っ越しをするっていうのをやっていたと うん、だからつまりまあ法の何て言うのかな網の目をかいくぐって、まあ、そんなことをやっているっていうことなわけですよめちゃめちゃ金持ちでしょ竹中平蔵って中抜きしまくってるから国民ともね得てる金なんてまるっきり違うじゃないですかにもかかわらずこういうことをやってるってこれがやばい噂が本当であるっていうね、えー、まあそういったことですで竹中平蔵の背後にはそのね外国勢力まあ米っていうか英米がいて その英米に、まあ、その、郵政民営化ということで、ね、えー、日本の,あの郵便局をですね、えー、国際金融資本に売り払ったわけですよ。意味が分からないでしょ。で、金はたんまり、今だけ金だけ、自分だけで、思いっきり稼いでるにもかかわらず、アメリカ国籍にしてると。だから、つまり、本当に自分のことしか考えていないし、あのこれっていうのは多分ねあの僕た、僕たちからしたら悔しいんですが、あの制度のこの抜け道っていうか、制度のこのバグっていうんですかね、それをあの利用して、えー なんていうのモラル的にはアウトなんですが法律的には政府みたいな法的には合法っていうことをしてるっていう、まあ、そういったことが言われているまあ最低だと思いますね森永拓郎さんがこのことを指摘していたんで、まあ、僕もこれを調べて分かりましたリスナー様からあのご意見いただきまして、うん、調べていたらこういうことが分かったっていうことですそういった人間であるってことですで今度ですね竹中平蔵があ経済について語るんですがまあ黙れって話ですからね 日本経済を破壊した人間が何を経済について語るのかそして語ることといえばあ行き着くところ新自由主義を正当化するっていうおかしなことがあ、まあ、ニュースになってそれが炎上しているんでそのことを考えていきます。国民が給料を上げてほしいと訴えたところで実現はできないということを言ってるんですね。高圧経済ハイプレッシャー経済という言葉を使われるっていうんですが国民が給料を上げてほしいと訴えたところで実現はできないということなんですが給料を上げる方法っていうのはできるんですよ。 消費税を廃止して政府が中小企業に積極財政って,言ってお金を投じればいいんですね。山本太郎さんがおっしゃってます。よほど山本太郎さんの言ってる経済政策の方が竹中平蔵のものに比べてね、えー、国民の思いも1億倍国民思いですよ。うん 竹中平蔵っていうのは日本国民のことをまるっきり考えてませんから新自由主義で自分たちの一部だけ儲かればいい山本太郎さんっていうのは日本国民個人中小をねこの国に過ごす多くの日本国民を考えてくれてるわけですよで竹中っていうのはなんか意味のわからないこと言ってねインフレを許容して需要に圧力をかけて成,あの成長するとかなんとかって言ってるんですが竹中の本音が出てるんですね 人手不足で労働者を雇えない企業は潰れや、雇える企業のところに人が移っていくから、その企業の生産性は上がっていくということで、今というのは中小企業倒産が大変問題になっていますが、中小企業あるいはです、ね、個人の方が仕事がなくなると、うん、他の会社に移る、時に大企業に移るので、大企業は安いお金で人を雇えるということを言っているんじゃないかと思います。全体の経済が良くなっていく。全くのデタラメですね。意味がわかりませんね。うん、でこういうよういよな、 ことを言ってでこの全くもう訳わかりませんがトータを進めるような資金資産経営資源の移動を進めるプレッシャーが日本には必要なのかもしれないだからこれっていうのはこういうことですよ大企業だけ残ればいいって言ってるんですよ大企業だけ残ればいいし中小企業は潰れればいい中小零細はどんどん潰れればいい個人は潰れればいいっていうことなんですよでこの竹中平蔵の思い描いた絵の通りに今日本が動いてしまってるっていうのが問題なわけですよね中小企業の倒産件数がものすごく多い インボイス制度、個人フリーランスの方が廃、ね、業しているっていうことで、えそうじゃないですか。だからそ,のえー、そ,そういったあ日本国民の労働力を安く買い取ろうっていう、その心がみ見えるんですよ、うん。まさに新自由主義のねンゲですから、竹中平蔵っていうのはね。で、竹中平蔵の考えなんて全くうまくいかないんですよ。なんでかっていうとあの、これも分かってる話なんですが、日本ってどうなってるのかって話なんですけど、 日本の90%以上はですね、中小企業が日本経済を支えているんですよ。大企業なんてほとんど少ないんですね。まあ、多くの人が名前を聞いたことのあるような会社ですよ。そんなところってのはごくごく少数であり、それ以外の90%の中小企業が日本経済、あるいはですね、GDP を支えているんですが、そこがバタバタ潰れていくということは、つまり日本経済も崩壊していく、あるいはですね、日本国民の,そこの、ね、中小企業で働いている人たちの生活もどうにもならなくなっていく。だから、 失業率も高くくなっていくんですよしかし竹、えー、永平蔵は意味のわからないことをこなって言っており補助金と低金利でプレッシャーが下がって、えー、日本はあ、ねえー、安定社会になってます。なってないでしょ。どこが日本が今安定社会になって。だからもう全く言ってるこない意味がわからないんですよ。失業率は低いし倒産件数は増えたといっても大したこともない。失業率があものすごく高いですし倒産件数もものすごく高いです。 で格差が拡大していると言っても、欧米に比べればそこまでどうのこうのって言ってますけど、話になりませんからね。うん、で、企業が成長しないと国民の給料も上がらないとか、だからあ挙句の果てには、ですねこの新自由主義からのなんかね、自己責任論に持っていこうとしているのか、なんだか知りませんが、給料を上げるためには生産性を上げる必要があるとか、日本全体の生産性を示す GDP は、日本は2期連続マイナスって。 日本は2期連続マイナスどころじゃねえよって、失われた30年って30年間日本国民の給料が上がってねえんだよ。そんな国はもう日本しかないわけですよ。竹、うん、中小泉のせいでしょ。まあ言うなれば小泉竹中安倍岸田のせいだと思いますけどね。で、そのくせに国民がいくら給料を上げてほしいと訴えたこところで実現はできません。だからできるんですよ。消費税を廃止して。 中小企業に積極財政すればねで、そのインボイス制度を廃止すれば、経済の循環が良くなっていって、その数年後には、ね、経済が安定して給料も上がるんですよ。うん、で、この GDP が低いとか言ってますけど、竹中平蔵のせいですからね、あの正規雇用を非正規雇用化して、ね、消費税とか、あるいはさまざまな増税ですよねで、国民の使えるお金が減ったわけですよ。今ってていうのは生活必需品ががどどんどん,どん,どん値上がりして 給料のの手取りががががどどどどんどんどんんどんん下がっていいいくくスタグフレーションという状状態態ででですすから、うん、その状態なななね、うん、景気が良くなるわけがないんですよだから、経済政策をしないといけないんですね。消費税廃止。全くそういうこと言わないじゃないですか。だから、日本経済を破壊した人間がよくこんなことを言うってうのもおかしいし、実際、この竹中の話が出ると、必ずこういったことを言う人がいて、僕もそう思うんですよ。日本経済を壊したやつが口出しするなって、ほんとその通りですよ。あと、例えばね、 氷河期世代だから竹中と小泉を許せないとかね、こう竹中小泉はもうその経済とかそういったところからもういなくなってほしいって本当にそうです。竹中とか小泉とか安倍とかまあ、岸田もそうですが。そうこういった売国奴たち、外国にですね後ろから支持されているまあそういった人間っていうのは日本国民が困ることを望んでるんですよ。うん日本国民が困ることを望んでそういうことをしてるんですよ。起民政策をね。 うん、特にその中でもこの竹中発見を広げたあ、ね、40%した人間が許せないってい売国度そのものですからね竹中平蔵ってだから日本って何がおかしいのかっていうとこの竹中平蔵がですね有,有識者と称してテレビとかそういった雑誌とかに出てきてなんかああだこうだ言うこと自体がおかしいんですよだから僕は、ね、いつもこの竹中平蔵の記事を見つけたりおかしいことがあると、まあ、取り上げてそういったことを、まあ、小さい声でですけど上げているっていうことで。 今回は竹中平蔵のやばい噂ということで1月1日にですね国籍をアメリカに移しているって森永拓郎さんが指摘したので本当の話だと思います。あとま、あまあこの経済に関してまるっきりね意味不明なデたらめの炎上ニュースについてお伝えいたしました。た、まあ、多分リスナーさんもこの竹中平蔵についてね許せないと思っている人が多くいると思います。僕もそう思っています。ということでえ今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたしました。